この番組は2月8日から14日まで1週間、東京桜美林大学の学生たちが宜野湾市で行った宜野湾市民になりきるフィールドワークについて、学生たちと4回にわたってお伝えしています。第2回目は宜野湾の基地と町について学んだ現地を歩いた学生たちに来てもらいました。まずは自己紹介からいきたいと思います。はい、じゃあ手前からどうぞ。桜美林大学2年の畠山れいやです。はい、出身はどちらですか？出身は岩手県の一関市。一関、はい、はいはい、1年生の垂水陽平です。出身は北海道の帯広市出身です。はい、1年の武田佐助です。出身は東京の葛飾区です。はい、今回基地それから町ということで、結構北海道東北そして東京というね、あの東日本の、ね、方からいただきました。まずは、どんなことを基地あるいはその近くの町について学んだか教えてください。はい、まず私たちが住んでる町って、基地がない町に住んでるわけで、今回宜野湾市に、お邪魔させていただいて、実際に基地のある町で1週間過ごしてみたわけですが、やっぱり、飛行機が飛んでる音がうるさいなっていうのは感じてたんですけど、市民の方のお話を聞いてると慣れちゃったっていう声が多くて、ちょっと私たちにとってはうるさいのに慣れちゃうんだなっていうのを感じちゃいましたね。結構飛んでましたよね。飛んでましたね、うん、なんか先生方のお話聞いてると、いつもこんな飛ばないんだけどなみたいな感じ。大学の桜美林先生たちの話ではいつも飛んでないのになっていう感じ。今回なんかいっぱい飛んでたねみたいな感じの話聞きましたね。あとそうですね、基地の問題に対してちょっと、市民の方にお話伺った時に、基地のことについてあんまり住民の中でお話が出ない、というか、なんかデリケートなお話になってしまうんですけれども、そういう基地があることに対して反対の人もいるし、基地があることで お仕事をいただいているっていう方もいらっしゃるので、なかなかそういう話題に出してしまうと住民間のコミュニケーションというか、そういうのに支障をきたしてしまうからお話をしないっていうこともあるんじゃないかなっていうのを感じた。立場としてやはり基地に関係するお仕事もしてるし、でも基地のなんか騒音被害とかを受けてる人もいて、なかなか地域の中でコミュニケーションを取るのはまあ難しいということを感じた。はい、僕タルミがちょっと感じたことをいくつかお話しさせてもらうんですけども、基地に対してやっぱり賛成だったり反対というのが世代とか年齢によって変化しているなという印象がありました。やはり高齢の方は基地に断固反対という意見の方もあれば、先ほど出たように基地があることによって働いている方もいらっしゃるので、そこに関してはこう世代間のギャップというのが沖縄の中で特に宜野湾の中では発生しているのかなという印象があります。たるみくんの話に続いて、上大棚の自治会でおばあちゃんと話したんですよ。その時に昔は基地周辺潤ってたけども、やっぱり近くにあるのは嫌だっていうので反対につながってるのかなと思いました。潤っていたけども昔は潤ってたんですね。なんか昔は他の地域はアナログだったんですけど、そこの基地周辺の部分はおばあちゃん家とかはなんかデジタル化してたっていうのを聞いて、なるほど、そこでも差があるんだろう。なるほど、はい、はい、じゃあ皆さんそれについて、はい、続いて、ね、西普天間の返還地についてちょっと少しお話したいと思うんですけども、はい、我々はそこに実際に現地に足を運んで、市役所の方からの説明を受けながらその、場所を見てきたんですけども、とてもやっぱり広いなという印象があって、はい、今後は琉球大学の医学部病院がそこに建てられるというふうなお話をお聞きして、西普天間
のその変換値に関しては新都心とは異なったやり方を進めていきたいというふうにお話しされていて、うんうん、商業化させないというふうにおっしゃっていたんですけども、そこでもやはり市民の方の意見とやっぱり食い違っている部分が多くあるのかなという印象を受けました。まあ、この西一山の返還地について行政の方から実際にお話しさせていただいたんですけど、なんか、まあ、私個人で思ったのは、なんか行政ファーストの街づくりをしようとしてるんじゃないかなっていうのを感じて、実際に税金でその街を作るってなった時に、その税金出してるのって市民じゃないですか。はい、だから市民のための市民ファーストの街づくりをすべきなのに、なんでその出してる側じゃない、なんか使う側の方優先になってしまってるっていうのはちょっとなんか疑問というか、本当にそれでいいのかなっていうのは思いました。それ僕は2つあるんですけど、宜野湾に緊急病院がないっていうので新エリアに琉球大の医学病院が移設するということで、それは地域の人にとってもとてもいいと思いました。それと隣に軍の病院があるじゃないですか。そこでヘリが頭上住宅の上を飛んできた時に病院の電波障害とか住宅のテレビつけてる時とか電波障害が起こるんじゃないかなっていう心配はありましたね。なるほど。はい、もう一ついいですか、ね。西普天満のその返還地に関して、その、役所の方の話を聞いてるとですね、そこに立つ住宅街にやはり高所得者の方に住んでもらって、実際に多く税金をそこで落としてもらってから、その税金でこう社会福祉だったり社会保障に回すというような意図が見られていて、なかなかこうその宜野湾市は特に貧困の問題とかもありますので、地元の、地域に住んでいる方々にとっての目線が少し入っていないのかなという印象がありました。はい、今の話を振り返ってみると、まず最初に皆さんは基地のある町の地域の人たちとお話をして、実際に私たちのその方たちが住んでいる町がどうだったよっていう、今どんなですよって話を聞いた。そしてその後に、これから町になる、今は、返還されたんですね。もともと基地だったところが今返還された西普天間、エリアに、まあ、入ってきた、ね、はい、中に入って、そしてそこで、まあ、役所の方からこの町をどういうふうに作っていくかということを、まあ、聞いたとですね。まあ、その中で結構お話を、伺っていくと、何かどうもその住民というかはなんかこう別のところになんか思惑があるような、そんな印象を受けたっていう感じですよね。はい、で住民ファーストって話だったですよね。なんか例えば周りの町はどんな感じなんですか、その西普天間返還地の周りの町とかは。そうですね、私が、まあ、周りの町を見て印象に受けたのは、結構築年数が経たれてる家とかも多いかなっていうのは感じましたね。古い町だったりとか、まあ、あまり要はこう綺麗な建物がバーッと並んでる感じではなかった。でもない。その中でも比較的古い建物もあれば、逆にすごく新しくて綺麗な建物もあって、その格差という面でもやっぱり基地の周辺ではすごく問題になっているのは改めて確認することができました。建物で見ても何かその経済格差がとても見えてくるような、はい、そういうことがあったんですね。そうですね。はい、続いて基地に関連して私たちが感じたことをいくつかお話ししていきたいんですけども、うん、はい、僕たるみが感じたことは、その逆に基地があったがゆえにこう沖縄の中で文化の面で発展した部分もいくつかあるんじゃないかなと感じました。これ基地というのは実際基地に入ったりして。そうですね、それもありますし、はい、まあ、周りから基地を見てという感じですね。はい、実際に上方じゃない自治会にお話、での高齢の方とお話しした時には、その野球ということに関してとすごくお話しできたんですけども、沖縄やはり野球熱がすごく高いじゃないですか。その始まりはやはり米軍基地があって、で当時 の、 そのアメリカの兵士がキャッチボールをしてたところに地元の子供たちが混ざってやっていくというところから始まって、野球熱が高まっているという、そういう、まあ、プラスの面というか、うん、メリットで
であったりという面も基地があったがゆえのことなのかなと感じました。先生、僕はさっきの西普天間返還地と同じになっちゃうんですけど、やっぱ自治会ですね、新エリアとかもそうなんですけど、いろん住宅の上をヘリが飛ぶじゃないですか。その時に電波障害が起きたり、あと僕が気になったのが、あのベランダで洗濯物を干す時にヘリが近いと風圧とかで洗濯物が飛んじゃうのかなっていうことを感じましたね。なんかこう基地もいろいろ生活に、あの例えば野球というね、あの沖縄を代表する今スポーツ、沖縄は非常に高校野球強くなったですからね、そういう基地の存在が県民に何かこうプラスになるようなこともあれば、やはり、その選択に対する影響、確かにそうですよね。野球なんかアメリカの国技だからやっぱり大きく影響してるんですよね。うん、なるほど。はい、で私が基地と関連して感じた課題は、昨日もですね、社交外に少し、社交外の後に、お邪魔させていただいたんですけど、今では、2008年に浄化作戦ということで、撤退なされて、浄化作戦ね、はい、撤退ですよね、はい、撤退されてたんですけど、まだその後が見ることができて、でも取り壊しが始まっているところもちょっとお見受けしたんですけれども、その住民近くに住んでいる方としては、その、嫌な歴史、どうしても消したい歴史だと思うんですよ、その社交外については。でも私としては、その実際に、お話聞いて、その町を守っていた。その社交外があることで町を守っていた女性たちの歴史というのはやはり消してはいけないんじゃないかなと思いました。私ちょっと大学で歴史学専攻しているものとしては、その勝者が作った、昔の歴史とか見てると、勝者が作ったその時代の、覇者といいますか、という方が、その自分に都合悪い歴史を消してっていう、書いてる文献とかも あって、それを見てると、その隠された歴史っていうのがすごい知りたいんだけど、でも文献に書かれてるのはこれだから知ることができないっていうのを感じていて、だから容易に消してはいけないんではないかなって。その民意で潰していいものではない、少数マイノリティの残したいっていう意見もちゃんと拾ってあげて欲しいなっていうのは思いました。前原のあたりですね、いわゆる前原新地と呼ばれていて、そこは今廃墟になっている。昔そういう、歓楽街というのは、いわゆる特飲街、社交街と言われていたところが、今はこう浄化作戦によってそこで、言ってみたら体を張ってこの町を守っていた女性たちが、基地のあった時代からおられて、でもそういった歴史が、抹殺されてしまうような、そんなことを感じたと考えますね。そうですね、実際に福祉施設が、跡地に建てられるということで、本当に消えてしまうんだなっていうのを感じました。そこで生きていた人たちのことがなかったことになってしまう、基地の後非常に米軍、米兵が増える中でいろんな問題が起こってきた。そこで、女性が、あるところに、集められて、そこで、米兵の相手をしていく、その後は、男性の相手をしていく。それによって、町の衛生とか、環境が守られてきたけども、そういった歴史的事実が、消されてしまうことになるんじゃないかということですかね。はい、なるほど。なかなか、それもやっぱり基地にじゃ関係してということですよね。そうですね。はい、さあ他に何かありました？はい、そうですね、今後の行政の在り方とか、市民の方のこれからの行動の仕方についても基地に関連してちょっといくつか考えたことがありまして、僕が一つ感じたのは、やはり市民の方は多くが、行政の在り方とか特に基地に対して不満だったり意見を持っている方が多くいらっしゃるなという印象を受けました。でその中で、県民とか市民の方はやはり自分の意見を
こう表す手段としてその投票というのが一つあるんじゃないかなと僕は思っていて、しかし実際にはですね、あの沖縄県、まあ、日本全体でもそうですけど、やっぱり選挙に関しての投票率がやっぱり約 50% ということは非常になんかもったいないというか、自分の意見をはこう表す手段として有効なものをあまり使っていないようなイメージがありまして、一人一人が市民全体が考えなきゃいけない課題なのかなと感じました。ですね、僕はオスプレイなどの騒音問題はもう変えられないかなと思ったんで、条件に関係なく住宅の防音の費用を一部市でも県でも支給できたら少しは解決するのかなと思いました。はい、やっぱりあの相当な音だったし、あるいはその洗濯物とかもあるから、もうちょっと何とかしてあげた方がいいんじゃないかなってことですよね。はい、そうです。はい、はいはい、私が感じた今後の行政の在り方なんですけど、市民の声をもっと聞くべきじゃないかなって思いました。西普天間の返還地の、まあ、利用についてなんですけど、地権者にしか意見を聞かなかったと行政の方はおっしゃって、で周りに住んでる方、市民はどうなるのっていうのをどう思いました。なので行政の方はぜひもっと市民の声を聞いて、市民から税を回ってるからそれを還元してあげる役割っていうのがとても重要なんじゃないかなって思いました。先ほど垂水君が話をしてくれた、まあ、基地の周りには結構あの古い建物も新しい建物も混在して、そこにすでにまあ格差がある、はい、そういう人たちの、こと意見、周りに住んでる人たちの意見、あるいはこれから住む人たちの意見ということがあまり反映されていない、 そこの土地を持っている人たちの意見が、はい、まあ、重大になっているということですね。はい、まあ、ここまでは、まあ、基地ですけども、この3人は基地を通して町を見た、そういう感じですよね。そうですね。町づくりのあり方、特に何かこう行政が作る町づくりと市民にとっての町づくりがどうも違うんじゃないかといったことを話をしてくれましたけども、最後じゃあそのあたりですね、これからどんなことをね、していったりとか、あるいは自分たちの、学びにどういうふうなものをね、加えていったらいいのかということも含めてですね、お話をしてください。はい、とやっぱり地元の方ととにかく話し合うことが大切かなと思いました、うん、その行政の方は地権者の方と、今後の西普天間の在り方についてお話し合いをしたというふうにおっしゃってましたけども、それだけじゃなくて、やはり貧困で苦しんでいる人から見た意見であったりとか、逆に、基地があるがゆえにこう雇用があって助かっている人もいらっしゃるので、とにかく話し合うこと、一部の、まあ、いわゆるお金持ちだけのが得をするようなシステムじゃなくて、市全体で取り組むべき課題なので、これは県外の私たちもまずはどんどん意見を発していくべきかなというふうに感じました。そうですね、やっぱ格差、新エリアもそうなんですけど、もう高所得者が住むような形になってるように見られるんですよ、東京出身の人からすれば。新都心もとかのエリアもそうなんですけど、お金集めるのも大切ですけど、やっぱ市民の声を第一に優先して、もっとこう変えればいいのかなと思います。はい、まあ、西普天間の返還地が高所得者が住むようなエリアになってしまうっていうことで、だから行政自体がもうその元から住んでる人と移住してくる人の格差を広げてしまうんじゃないかなっていうのは、感じました。で、行政の、まあ、私は行政の方になんか仕事をつこうかなって思ってる考え、思ってるんですけど、なんかやっぱり市民の声を聞いてない人が多いなっていうのは常々感じてて、私はそういうこっちの側に立たなきゃいけないのかっていう、なんかすごい今回の20年ジレンマを感じてるんですけど、でも、どこの地区にも言えるんじゃないかなっていう、強制がどうしても推し進めていくっていうのは、市民の声が聞かないっていうのはあるんじゃないかなって思って、私はそういうのちょっと
まあ、許せないというか、うん、まあ、なんか本当に、力も何もないんですけどね、でもなんかそういうのを変えていければもっとより良いものになるんじゃないかなっていうのは感じましたね、はい、まあ、これからの仕事のあり方もちょっとなんかね、考えが変わったということですよね。ね、でまあ非常に深い気づきを皆さんしていただきましたし、それからまあ1週間でよくここまで勉強したし、県外の、ね、目から見てやっぱ沖縄の町づくりこうあるべきじゃないかなということまでお話していただきましたけども、本当に深い学びだったと思います。これからもぜひ沖縄にですねまた来てですね学んでいただけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。